テーマで文献を探すには、クラインから始めよう。レポートや課題のためにあるテーマについて調査するときは、はじめに先行研究を調べることが大切です。先行研究は図書や雑誌記事、論文などの文献としてまとめられています。まずはクラインでキーワード検索をしてみましょう。キーワード検索ではタイトルの他に著者、分類など様々な項目でヒットします。多くの文献を見つけられて便利なこともあれば、ヒットしすぎて困ることもあります。検索結果が多すぎるときは、画面左にある絞り込み項目を活用しましょう。出版年や言語のほか、分野がわかる県名キーワードなど様々な項目があります。これらを組み合わせることで、よりテーマに沿った文献を見つけることができます。一方で、まだ新しいテーマなどは検索してもあまり図書が見つからないかもしれません。そんな時は、蔵書、論文プラスタブで検索してみましょう。蔵書、論文プラスでは、図書以外に雑誌記事や論文、一部の新聞などをまとめて検索できます。まだあまり図書が出版されていないテーマであっても、速報性の高い雑誌記事や論文であれば文献が見つかるかもしれません。もちろん、蔵書、論文プラスでも結果の絞り込みが可能です。発行年、言語、分野などを選んで、よりテーマにふさわしい文献を見つけましょう。データベースを使ってみよう。蔵書、論文プラスは便利な機能ですが、弱点もあります。例えば、論文情報を収集するタイムラグがあることから、最新の論文は検索できません。また、そもそも蔵書、論文プラスでは検索できないデータベースもあります。どの分野のどんな文献や情報が必要なのかがイメージできたら、個別のデータベースもぜひ使ってみましょう。図書館機構ウェブサイトトップページのデータベースタブからデータベースを検索することができます。よく使われるデータベースを探すというプルダウンを開くと、さまざまな分野で利用されているメジャーなデータベースリストが表示されます。分野で探すを使うと、分野ごとに整理されたデータベースを一覧することができます。一覧には各データベースの特徴や収録範囲、使う時の注意点などが書かれています。よく確認して利用してください。調べる情報の種類でデータベースを選ぶときは、資料のタイプで探すを使いましょう。なお、一部のデータベースは同時アクセス数が制限されています。利用が終わったら必ずログアウトするようにしてください。桂図書館工学図書室ウェブサイトでは、分野別のおすすめデータベースを紹介しています。こちらもぜひご覧ください。最後に、データベース、電子ジャーナル、電子ブック、すなわち電子リソースの使い方についてお伝えします。電子リソースを使うには、ご利用のパソコン、スマートフォンに電子リソース認証システムを設定し、初回同意を行う必要があります。詳しい設定方法や認証システムの使い方については、図書館機構ウェブサイトをご確認ください。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。